発売前日特番カリギュラオーバードーズ実況プレイ番組をご覧の皆さん、こんにちは。カリギュラファン代表ベイビーレイズジャパンの渡辺里央です。この番組はですね、2018年5月17日に発売されるカリギュラオーバードーズの魅力をしっかり、そしてまったりとお届けする番組となっております。ということで本日の出演者を、紹介しましょう。カリギュラオーバードーズ山中プロデューサーです。カリギュラオーバードーズプロデューサーの山中と申します。よろしくお願いします。この番組が配信される頃には発売直前ということで、本日はそもそもカリギュラって何というところからゲームプレイを中心にお届けしますので、最後までぜひご覧ください。カリギュラお好きなんですよね。はい、大好きですカリギュラの前作のツイッターとかをやっていて、はい、フォロワー数の多い方からリツイートされたら告知というか通知が来るんですね。はい、でその時に渡辺さんがもうババババって通知がいっぱい来てすみません。それで僕は渡辺さんの存在を知ることになったんですけど、渡辺さんのアカウント見に行ったら、はい、カリギュラ公式ツイッターぐらいカリギュラのことしか喋ってなくてこれファンの方大丈夫なのかしらって思いながら非常に嬉しく思っておりました。カリギュラカリギュラ犬カリギュラカイコカリギュラみたいなそういうツイッターだったのですいません僕の知る限り一番カリギュラのことを好きな方という認識がございまして、嬉しいです。今回ちょっと紹介特番で紹介をねお願いしようと思っております。すいません、よろしくお願いいたします。はい、前作からの進化がいっぱい詰まっておりますので、はい、ファン代表としていろいろご紹介いただければなと思っております。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて渡辺さん、カリギュラ効果ってどういう意味かご存知でしょうか。見たくないものは見たくなる、触れてはいけないものは触れたくなる。そうちょっと微妙にあれですけど、禁止されるとその対象がより魅力的に映るみたいな心理の効果でして、はいはい、そういうものをいっぱい詰めたゲームになっております。はい、作品の特徴としては、はい、現実に駆動する人間がそのバーチャルアイドルミュウちゃんの歌を聴くと、はい、その架空の世界メビウスというのに囚われてしまう。架空の世界メビウスでは、みんなが理想通りの姿になって生活しているというところがあって、その仲間たちもそのメビウスの姿と現実の姿が違うというのがちょっとポイントになっている。普通こう RPG の仲間たちってみんなで頑張ってこうぜみたいな感じなんですけど、はい、その仲間すら信用することができないかもしれないみたいな、はい、ちょっとダークなゲームになってますね。はい、オーバードーズってどういう意味かわかりますか。過剰摂取みたいなもので正解です。よかった、よかった。医学の用語で、ちょっと、はい、あんまり縁起のいい言葉ではないんですが、薬の飲みすぎで中毒を起こしちゃうみたいな、やりすぎなぐらいやっちゃうみたいな感じの合言葉としてカリギュラに対してオーバードーズと、はい、やりすぎなぐらいやっちゃう作品ということで、はい、今回 PS4 で新作を出すというところですね。はい、まずやっぱり一番大きいのが、はい、前作の味方たち帰宅部というものが主人公の勢力だったんですが、はい、それの敵になる学士というものに味方することができる、はい、学士ルートというのが追加されております。はい、嬉しいです。言ってみたらこう前作の味方を裏切れるルートみたいなのが、はい、そういうの好きそうな方にね向けて作っておりますので、はい、そこもね、はい、後ほどご紹介できたらと思っております。はい、はい、では早速ですがオープニングからゲームスタートしていこうと思います。在校生代表2年2組、続きまして新入生代表当時新入生代表、ここですよね。その、はい、卒業していったはずの響健介くんが入学式でまた新入生として入ってくる。はい、おお。いいですね、アニメーションが。ここから全てが始まった。そうですね。女性主人公の見た目もなんかこういわゆるこうオーソドックスな主人公ではなくて、はい、結構ちょっと攻めたデザインしてまして、はい、割とこうボーイッシュなんだけどもちょっとお姉さんっぽいみたいな、うん、僕とキャラクターデザインの小口の間では女子校でモテる感じにしましょう。はい、おお、やっぱりミュウちゃんは可愛いですね。ごめんね、街の外は作ってないからまだ駅には入れないようにしてるの。それに誰も外に出しちゃいけないって約束なんだ。なあお前、何言ったのか知らねえけど、ミュウがどっか行っちまったじゃねえか。逃げた先で
おなじみの彼に出会うわけですね。危ないところだ。こんな感じで主人公はもう、もうわけわかんない状況に追いやられてパニックの状態なんですけど、そこで出会う佐々木翔吾君っていうのと出会いがまたいろいろ主人公の運命を変えていくわけですね。見つけたぞ。早速バトルへと。はい。お、トロフィーが出た。なるほど。じゃあとりあえずクワッドトリガー選んでみましょうか。一番基本的な攻撃です。はい、これで攻撃を選択する。敵を選択できます。はい、真後ろに敵がいる。いるが気にせずいきましょうか。はい、まっすぐ行きます。はい、こんな感じで今からやる行動が、はい、空想として映るわけですね。はい、でこの一発目の行動で敵を倒せるので、そのまま連続行動で後ろの敵も倒しちゃいましょう。そうですね。と三角で行動確定、丸で連続攻撃と、はい、後ろの敵、うん、どういきましょう。これ振り返ってくれますかね。見てみましょうか。お、はい、ではこのまま行動確定でいきましょうか。はい、はい、こんな感じの空想史っていう未来の姿を見ながら戦うシステムなんですが、これが実際に面白さを出てくるのは仲間が揃ってからが本領発揮ですので、そうですね、まあ、そこもね後ほど見ていただきましょう。はい。音楽準備室。この世界じゃ音楽といえば DTM だからな。吹奏楽は人気がなくて誰も寄り付きゃしない。人目を忍んで落ち合うにはうってつけ。まあなんやかんやあって、翔吾くんみたいな、はい、こう。メビウスの存在に気づいてしまった人たちが集まる隠れ家に案内されるわけですね。はい。ここが現実じゃないって気づいたことで何かと苦労することはあると思うが、困ったらほどほどに頼ってくれ。そこまでしてもらうならいっそユウも仲間に入れてもらっちゃったら。せっかく同じ境遇の人がいるから。やっぱり女の子の主人公は立ち姿がかっこいいですね。ありがとうございます。ようこそ帰宅部へ。はい、こうして主人公は帰宅部へと案内されるわけですね。まあこの世界が架空の世界で現実に帰るための部活ということで帰宅部っていうちょっと洒落た名前になってますね。でまあ作品のポイントとしてすごく理想の世界で最高の世界なので、主人公たち帰宅部以外にとってはもう超最高の世界なんですね。なので言ってみたら主人公たち VS 世界みたいなすごく圧倒的に不利な戦いを強いられてしまうと。はい。そしてポイントがミュウという子が帰宅部のこの帰りたいって言ってる主人公たちすらも救おうと思ってやっているっていう善意のもとにやっている行動であるというところ。女神みたいな子ですね。そうなんです。もしかしたら自分たちが現実に帰るためにはその女神みたいな子を殺さなきゃいけないかもしれないっていうのがこの作品のシナリオの特徴ですね。はい、バッチリ助けてやんよ。はい、ちょっとバトルの方ね見ていただく前にちょっといろいろ変化している点があるのでちょっと見ていこうかなと。じゃあステータス見せてもらっていいですか。はい、ではどこへで決定、うん、はい、こんな感じでキャラクターごとに新しいステータスイラストとともに、はい、生まれ変わった画面がありますね。そうですね。でまあこれ左の部分にちょっとレーダーチャートみたいになるんですが、はい、これキャラクターがどこが伸びやすいみたいなものが表示されるようになりまして、まあ、キャラクターごとの特徴がすごく分かりやすくなってますよね。小太郎くんとかは HP 高くて攻撃力高くなりやすいよ、もう典型的なアタッカーのキャラクターですね。なるほど。はい、はい、主人公ちゃんは割とオーソドックスな、安定してますね。安定してます。これはスキル画面も出した方が、はい、お願いします。はい、小太郎くんから。小太郎くんから。ですね、これちょっとテスト用で全部のスキルを解放した状態で進めてるんですが、はい、今作は、スキルポイントで覚えるのとともに、はい、レベルの制限がありまして、はい、レベルが上がらないと解放できないスキルとかも存在するので。なるほど。レベルが上がって使い込めば使い込むほどキャラクターの便利さが上がっていくと。はい、ちょっとすごい細かいポイントなんですけど。はい、クワッドトリガーとかにレベルが存在してますよね。はい、あれ同じスキルでもスキルポイントを使ってレベルを上げることでより強力にするという要素が追加されてますので、まあよくヴィンテージストライカーとかよく使うなっていうスキルとかは上げてもらうとかなり有利になるかなと思います。じゃあ
行きましょうか。多分勝てると思います。はい、それで雰囲気。はい、はい、じゃあ戦闘の基本を説明していきましょうか。はい、このゲームですね、コマンド RPG なんですが、はい、シミュレーションとアクションのアイノコみたいなバトルを目指してまして、はい、仲間同士ですごい派手なコンボをつないでいけるっていうような特徴があります。はい、じゃあ一旦ですね、ここはちょっと僕が指示させてもらって、はい、小太郎くんシャイニングアッパーという技を使ってみましょう。はい、これで、はいはい、こんな感じで小太郎くんのシャイニングアッパーが当たると敵の攻撃を邪魔して打ち上げちゃうんですね。はい、では小太郎くんの行動を確定してもらって、三角で確定ですね。はい、手加減はしない。じゃあですね、これはどうしようかな。インパルススピナー、うん、私の好きなやつ、超強いです。3枚連続して打ったら、そうなんです、消費が。じゃあ小太郎くんが浮いたのを待ってから打ってみましょうか。はい、左右でタイミングが調整できますので。これは上の画面。そうですね、なるほど、こうやって見しつつ、はい、調整しつつ浮いたところに当てると。インパルススピナーは空中の敵に当たるとダメージ 1.5 倍っていう特徴がありますので、はい、空中の敵に当てた方が強くなる。はい、じゃあ次のキャラクター選んでみましょう。いくわよ。はい、琴乃さん、これは好きなもの選んでいいですよ。空中限定の技もありますか。ありますよ。これ当てられますかね。当たると思います。お、当たりました。当たりました。じゃあこれで行動確認いきたいと思います。翔吾くんはガンスリンガーとかがいいですね、空中だと。これは空中に敵が上がるまで待ってくれるスキルなので当てやすいです。ではこれで、はい、こういう感じでコマンドを入力していくだけで、まるでこう格ゲーのようなかっこいいコンボが組める。はい、実際に行動に移すとこんな感じで4人がかりで敵をフルボッコにしてくれると。素敵です。で、行動が終わったやつから新しいスキルの選択などで、ね、また自由に行動を選択していくと。はい、もう敵は虫の息なのでお好きな感じで倒してもらえれば。なるほど、これこっちの行動でダッシュとかも、はい、できます。できます。避けるという、避けるということもできますね。なるほど、避けられない。今回範囲が表示されるようになったので。そうですね、まあ、避けやすい。そういう時はガードしてもいいかもしれないですね。なるほど、はい、こっちでガード、ガードをすると敵がひるむのでその後好き放題できます。はい、なるほど。じゃあこれは連続攻撃、あ、いいですね、やってみましょうか。強烈なパンチをお見舞いしてみましょうか。はい、これでガードして決まりました ね、はい、いいですね。行動確定して、はい、無難に、無難にやってみます。そうですね、もう倒せちゃうんで、じゃあ確定でいきます。はい、こんな感じでイマジナリーチェーンというのを駆使して戦うわけですね。で、さっきみたいに工具を組み合わせることで強い敵だって簡単に倒せてしまうというところがありますね。はい、今回のメンバーは、はい、渡辺さんが前作カリギュラで使っていた、はい、健介くんと鈴菜ちゃんに加えて、はいはい、新キャラの美和坂英二くんという、そうですね、キャラクター編成でやってみましょうか。はい、やっていきたいと思います。はい、いきますか。いきますか。打ち決め、あ、決まらない。さっさと終わらせましょう。はい、来ました。なるほど、決めます。はい、今作ですね、この戦闘フィールド内に敵が乱入してくると、はい、戦う敵が増えるわけですね。ただ、まあ、前作みたいに無限にどんどん出てくるというのはなくなっているので対数制限があります。なので結構戦いを仕掛ける位置みたいなものもちょっと考慮すると戦いやすいかもしれないですね。なるほどですかね。あ、違う。じゃあこれで一旦確定して、はい、エイジ君がいるとね、例えばジューダスクレイドルとかは割と無条件で打ち上げてくれるので強いです。なるほど。じゃあこっちでちょっと見て、すごい範囲が広いです。どこまでも届く無知を持ってるので。あ、なるほど、時間。おお、打ち上がる。これで主人公でつなげて見られてるってなるとお恥ずかしい。見ないようにします。そしたらそれはそれでタイミング合わせ、エイジ君が打ち上げてくれるんで、
お、すごい。私だってやるときはやるんで。ちょっと気になりません？その上でピカピカ光ってるやつ。これですね、本作から追加されたオーバードーズスキルというもので、はい、ストレスゲージっていうのがマックスまで溜まると使えるようになる、いわゆる超必殺技的なやつです。はい、なるほど。それじゃあ放置してるやつに使ってみますか。はい。ではこっちの放置してるこっち側の一体に、はい、それで実行してみましょう。はい。お、ダメージ値が、おお、こんな感じで演出含めて超必殺でございます。おお、はい、スズナちゃんの超必殺技、フォガブラギ、すごいですね。これは全キャラ進めていくうちに見れるということで、はい、そうなんです。でまたちょっと細かいところなんですけど、今作から全部の控えメンバーにも経験値入るようになったので、はい、まあ、いろんなメンバーいろいろ組み替えて遊べるかなというところですね。すみません、ちょっと飛んじゃうんですけど、はい、今作のちょっと変わったところというと、はい、ワイヤーというさっき言ったコミュニケーションツールがちょっと進化してまして、はい、こんな感じでですね、デビウスに足りないものはとか聞くと、はい、あの少ししばらくしたら返信を返してくれるんです。おお、なるほど。全体の全体のものもありますね。なるほど。あ、これはまた状況に応じて個人的な質問が選べる。送ってみても大丈夫ですか。大丈夫だと思います。送ります。確認してないけど、はい、よいしょ。おお、みんな返信してくれますね。嬉しい。結構あの前作よりもこの仲間たちのパーソナル部分を広げるっていうところをやってまして、こんな感じで緊張感のない話をしてくれるところも今作の魅力ですね。別のキャラクターで言うと、はい、彩菜ちゃん、新しいキャラクターなんですけど、はい、この子は男の人が結構苦手で、はい、女性主人公にだけ結構甘々な対応してくれるみたいなキャラクターなので、例えば彩菜ちゃんだと、はい、こう好きな異性のタイプはとか聞くと、女性主人公に対してはまあ男っていう時点でハードル高いよねみたいな話するんですけ ど、 なるほど、まあ、同じ質問を男性主人公ですると、もう答えてもくれないみたいな状況が起きますね。なるほど。なので男性主人公女性主人公ちょっとどちらもプレイして楽しんでいただけるとなと思ってます。すごいいいですね。そもそもこのカリギュラっていうゲーム、はい、このクリアするまでのメインシナリオとは別に、はい、キャラシナリオっていう個別のキャラクターに踏み込むシナリオがあるんですね、はい、でまあ、さっきから説明している通り、このキャラクターたちの現実での姿っていうのは隠されてるんですけども、はい、キャラシナリオによって主人公プレイヤーのみが踏み込むことができるというものになっています、はい、でですね、今回はせっかくなので、はい、オーバードーズにて追加されたキャラクターの中から一人、はい、ちょっと進めていこうかなと思うんですが、はい、誰がいいですか。そうですね、スイートピーのキャラシナリオに踏み込みたいと思います。はい、わかりました。ではですね、スイートピーのキャラシナリオなんですが、はい、スイートピーのボス撃破後のシナリオになるので、はい、ちょっとスイートピーちゃんの正体が若干出てきますが、はい、それが気になる方はここでストップいただく感じですね。はい。学士って変人ばかりだけど、改めて見るとあなたはとびきり奇妙ね、ルシードちゃん。こんな感じでルシードちゃん呼ばわりですね。やっぱり可愛いですね。ファッションセンスはなかなかね。顔がそれだから似合ってるかどうかまではわからないけど。お、ここで選択が。そうなんです、選択肢によって気に入ってもらえるか気に入ってもらえないか、踏み込めるか踏み込めないかというのが決まってきますね。可愛くだな。お喜びです。褒めた時にこういう反応されるとやっぱり嬉しくなっちゃいますね。夢と現実の狭間で揺れてる私にはぴったりとのことです。かわいいです。スイートピーの曲はこんな感じで、キャラシナリオでは学士ルートのキャラシナリオではちっちゃいミュウがサポートしてくれますんで、アリアのようにそばにいてくれる。そうなんです。嬉しい。でもアリアよりちょっとおバカさんなので、はい、いろいろ話をややこしくすることもご愛嬌というところですね。純粋ゆえに。もうやだミュウ、スイートピー照れちゃう。今度ゆっくり秘密の花園でお茶会しましょうね。
こういう選択肢があるので、なるほど、していこうかな。ごめんね。この1話目から失敗するのやめてもらっていいですか。すいません、紆余曲折あり、成功させていただいたので、2話目に行こうと思います。行きましょう。どうしたのスイートピー。どうしたもこうしたもないわよ。このままじゃ帰宅部のせいで私の正体がメビウス中に広まっちゃうわ。メビウスで得た記憶はマインドホンを使うか現実に戻る時でもないと消せない仕組みなの。ごめんね。緊急事態の対策くらいちゃんとしときなさいよ。帰宅部ルートだと結構学士たちがどういう話をしているのか分かんなかったんですけど、そうですね、実はオーバードーズで学士ルートを選ぶことによって、はい、意外とこんな感じでてんやわんやしてたんだなみたいなものが分かってくる。穏便に行きましょう。穏便に行きましょう。お、はい、こういう風に話に。そうなんです、新キャラクターのストーク君、結構スイートピーとのエピソードには絡んできますね。思うだけ口に出さなきゃ波風立たないのよ。まったく他人が何と言おうと気にしなきゃいいのよね。それができれば花からメビウスにはいないと思うけどね。よし、成功。それではキャラクターシナリオも6話ということで、はい、どんどん進んでまいりまして、スイートピーのちょっと奥の部分に踏み込んできましたね。だいぶ、いやこれはびっくり。なるほど、はい、こんな感じでスイートピーちゃんが本当に何で悩んでいるか、はい、何で苦しんでいるかっていうところに踏み込むかどうかっていうところの選択がございます。そうですね、はい、改めて本当に踏み込みますかというところです。本当に踏み込みます。スイートピーの現実がひしひしと生々しいでしょ。そうですね、この作品ファンタジーを描いたものではないので、はい、こういう本当に人間が大人として人間が生きる時の苦悩みたいなものを描いている側面がありますので、スイートピーに関しては結構そうですね、誰もが抱える悩みかなと思いますね。まあ、今作だけで、まあ、キャラクターというかキャラクターシナリオは10本以上、はい、10キャラ分以上増えてますので、はい、まあ、それを読むだけでもかなり読み応えがありますね。まあ、一番気になるところですよね。そうですね、なので渡辺さんにちょっと一足先に学士ルートを軽く体験してもらおうかなと思います。はい、お話の途中で、はい、学士の長であるソーンさんから、はい、こんな感じで声かけられちゃいます。はい、あなたは佐竹翔吾に利用されているだけよ。なるほど、そうなんです、佐竹翔吾、先ほど出会った彼に騙されている。なるほど、滅びを生みメビウスの存在を危うくしているのは知っているわね。己と帰宅部の都合しか見ていない。結構耳の痛いことを言ってきます。そうです、ね、俺たちの夢を壊してまで己の欲する道を行く。耳が痛い。答えはこの扉の先にある。選ぶのはあなたよ。はい、ここで扉をくぐると学士ルート、来た道を戻ると帰宅ブルートでございます。はい、なるほど、では扉をくぐらせていただこうと思います。全く躊躇なしに。顔色が悪そうだけど大丈夫？パラメーターでも見えてるから顔色の項目が青くなってるよ。帰宅ブルートでは結構会うのに苦労したミュウちゃんに、はい、学士ルートではこんなにあっさり会えてしまうという。そうですね、まずいわね。彼女の目も欺くことはできる。今は私の方が力が強いから管理者権限であ
通用するプロテクトをかけることはできると思う。なるほど。そうなんです。こういう展開になります。ちょっと眩しいけど、我慢してね。これミュウが学士のみんなで仲良くするために作った部屋らしいです。なるほど。おのおのの好きなものをごっちゃににしたやつですね。だからお菓子やポスターやいろいろあります。いろいろと。鏡覗いてみて。おはい、学士ルートではこの姿で動き回ることになりますね。ルシードに生まれ変わったの。その姿なら帰宅部の連中にも学士たちにも何者か悟られずに。そうなんです。このルートでは、はい、主人公の正体を知っているのはソーンとミュウだけ。なるほど。現実へ戻るか否かは。そうなんです。学士ルートっていうのは帰宅部と学士双方の主張を知るためのルートでもあるんですね。なるほど。なのでこの世界の全てを知ってもらって、メビウスを守るべきかメビウスを壊すべきか考えてもらえればなっていうお話ですね。そうだ、その姿の時は私がアリアの代わりにパートナーになってあげる。えっ、へへー、おーかわいい。のんきでしょ。のんきですね。私もちょっとやってみたかったな。はしゃぎっぱなしですね。かわいい。学士なら曲が必要だ、うん、そうですね。そうだよね。ちょっと待って。こんな感じかな。あなたの機材だよ。好きに使ってね。歌詞はあなたの心を覗いて私が歌ってあげる。一緒にメビウスを盛り立てていく。はい、スイートピーにストークにソーンという個性豊かな面々でちょっと戦ってもらおうかなと。はい。ではおあつらえ向きにですね、おそらく目の前に敵がいるので、はい、あ、でもこれ使えるけど取っておきましょ う。ではとりあえず敵の行動を見ていきましょう、うん、なるほど。はい、まあルシードは主人公と同じスキルなので割と触りやすいかなと、はい、スイートピーは遠距離攻撃が得意な弓士ですね。アーチャーです、はい、アーチャー。ではこちらのスキルでいってみましょう、はい、うん、じゃあとりあえずこれは確定でいきたいと思います。はい、はい、技が気持ち悪い。新キャラですね。打ち上げがありますよ。これ決まる。打ち上げでソーンって発生できるのかな。あ、でも倒しちゃう。倒しちゃう。とりあえず行ってみますか。はい。あ、空中。ではどう空中いこうか。ソーンは結構オールラウンダーで割と何でもできる役ですね。強いです、ソーンも。いろんな技を見てみたいけど倒しちゃうな。まあ新しいキャラ入った時にどんなスキルあるのかなって見るの楽しいですよね、このゲーム。楽しいです。今回はあれですよね、あの広場じゃなくってもメンバー入れ替えができるので、うん、そうなんです。その場その場でメンバー入れ替えも簡単ですし、経験値も手に入るので割と前作よりも好きなキャラクター選ん入れ替えながら戦えるかなと思います。では空中行って、もう多分倒しちゃうかな。タイミングがどうしよう。かっこいいと思いますね。確定で行こうと思います、はい、こうして仲間として一緒に戦うと感動的なものが。楽しそうですね。楽しそうです。では、はい、はい、こんな感じで学士勢もいろんな個性的なスキルがあるので、はい、実際に仲間にして試してもらいたいなと思ってます。はい、やっぱりお家でプレイするのが楽しみになるぐらいすっごく素敵なゲームでした。ありがとうございました。ありがとうございます。本当にね、隣で見ててもすごいニヤニヤしてるし、すごい前のめりだし、すいません、すごい嬉しい気分になりました。お恥ずかしい、ありがとうございます。
本日の実況プレイはここまでとなります。あと皆さんが実際にプレイして楽しんでください。以上、カリギュラオーバードーズゲームプレイでした。ということで、あっという間でしたがエンディングのお時間が来ました。ここで発売情報を改めておさらいしたいと思います。学園ジュブナイル RPG カリギュラオーバードーズは2018年5月17日よりプレイステーション4で発売となります。事前予約いただくとスペシャルアルバム CD、 スペシャルブックレット、ゲーム内で使用できる私服衣装 DLC、 スペシャルイベント参加応募券、こちらの豪華4大特典がつきますので、ぜひご予約ください。詳しくは公式ホームページをチェックしてください。そしてここで先日のライブで発表しました私の声優参戦に関しまして追加情報を、お願いします。私はどんなキャラクターを演じるのでしょうか。今作で追加されたイベントの1キャラクターを担当していただいているのと、はい、あとはですね、今作500人以上の生徒が、はい、メビウスという世界中をうろうろしているという設定がありまして、はい、で今作でですね、はい、生徒ごとの性格パターンみたいなのが追加されました、はい、でそのうちの性格の一つをやっていただいているというところですね、はい、その通りです。なので、渡辺理央さんを仲間にすることもできるというところですね、はい、頑張りましたのでぜひ、私を仲間として連れ回してください。よろしくお願いします。本当にとにかく緊張してましたね。はい、ガチガチでした。公式ツイッターなので最新情報もお届けしますので、そちらもぜひチェックをお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。以上、発売前日特番カリギュラオーバードーズ実況プレイでした。バイバーイ。